今日の質問コーナーは、何か失敗した時とか、まあ、そういう時に爺さんはどういうふうに、自分のそういう気持ちとか感情を処理して前に進んでますかみたいな質問。で、これ結構あったんだよな。10個11個12個ぐらいかな。まあ、もちろんね、みんな僕も含め、まあ、人間だからね、感情の浮き沈みとか失敗した時とか、立ち直れなくなるような、ね、挫折、まあ、恋愛だったりとか仕事だったりとか、まあ、いろんなことあるジャンルであると思うんだけど、それをどうやって、克服すればいいというかね、プラスに持っていけばいいんですかみたいな考え方の部分の質問があったので、これちょっと答えていきたいなと思います。で、まあ、僕の、具体例を話すのが、まあ、一番早いかなと思うんですけど、僕で言うと、まあ、筋トレを中1のところからバーッと始めてって、もう楽しくて楽しくてしょうがなくてこうやって筋トレやって、で、まあ、ね、地元行った時とか、中学校高校生そんな筋トレやってるやつって逆にいないんで、まあ、自分がねより筋肉ある人間を、ね、あんまり見たことなかったんですよ。父親とか、まあ、兄貴とかはすごい僕以上に筋トレやってたんでかかったんですけど、で、まあ、東京出てきてジムとか行くと、まあ、いろんなでかい人とか、なんでみたいな感じの体の人いっぱいいて、で、またどん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 さらにね、筋トレにハマっていくわけですよね。いや、僕の人生って本当に軸は全て、ね、まあ、まだまだね、大事なこといっぱい学ばなきゃいけないんだけど、本当軸は全部筋トレから、まあ、いろいろ学んでいて、なくてはならないものだし、なくなったら生きてる意味がないまで言ったら大げさかもしれないけども、本当にそういう気持ちになると思う。筋トレ、ね、1週間できないってだけでもう絶望だわってなるし、要は自分が唯一、すごいって言われたり評価されたりとか、人よりも秀でてる部分って、まあ、多分そこしかなかったんですよね、僕の場合。やっぱりその大会とかでもフィジークっていう分野で自分の階級では、まあ、出てからずっとね階級では負けたことなくて、で、まあ、オーバーオールが取れないかもってことは何度かあるんだけど、自分の階級取れてればいいやぐらいな、まあ、その時の気持ちでね、毎回優勝してるクラスでちゃんと取れてるって、まあ、ずっとその優勝してたんですよ、何年も。去年からね、プロのクオリファイがアメリカの国籍なくても日本人でも取れますよってオープンになりましたと。で、まあ、アメリカのね、そのプロクオリファイに僕挑戦しに行ったわけですよ、ラスベガスに。自分の中では、自分の中でだよ、その時に最大限に努力したつもりだったわけですよ。その去年のベガスでの減量は今の減量とか、その5月の減量の5倍ぐらいきつかったから、もっとかな、10倍近くきつかったと思う、リアルに。っていうのも最後も絞るために、最後の最後のなんか細かい脂肪を落とすのにどうしたらいいかっつったら、本当に何だろう、飯を極限まで削って有酸素して、極限まで体を動かすみたいな、ダブルスプリットできるねみたいなことをやっぱりやってたんで、本当にもう死ぬんじゃねえかなと思うぐらい辛かったですね。で、そのぐらいね、自分の中ではすごい辛いことやって、で、挑んだ大会だったんで、もちろんその完璧に納得いってない部分もあったし、まだやれたんじゃないかって気持ちもあったけど、まあ、正直、まあまあまあいつも通りなんかそんなワンチャンで勝てん、ワンチャンじゃないけどクラスぐらい取ってれば勝てんじゃねえかなって、で、そのワンチャンね、プロになれんじゃないかぐらいな、まあ、気持ちは多分どっかにあったんだろうね。で、まあ出て、まあ、ファーストコールって言ってね、トップ7ぐらいまで呼ばれるんですけど、まあ、それはまあ呼ばれたんですけど、まあ、入賞はできなくて5位まで入賞で6位とか、まあ、その瞬間ね、自分のなんか人生っていうか、そういう公の評価で、ね、周りの人が評価されてるなら自分が評価されないっていうか、すごいショックというか、もう全否定された気分だった、自分自身を。でね、まあ、終わった後は、まあね、動画とかで普通に番組してとか、ね、次頑張りますなんてなんか言ってたと思うんだけど、あの時食べたデザートとかご飯とかね、今はもう本当美味しくなかったなって思う。で、日本帰ってからも減量してたから食べたいっていう、ちょっとストレスで食べたいみたいな感じになってたのかな。まあ食べ、まあね、食べたりずっとしてて、でトレーニングも2、3週間、まあ、1ヶ月近かったかもしれないです。1ヶ月もないかな、本
本当トレーニングをやる気起きなくて、ボケーっと、まあね、好きなもの食べながらボケーっとしたりとかなんだかんだってしてるんだけど、またね、普段別に気にならないようななんかアンチのね、そういうちっちゃいなんか批判みたいなのが、まあ、なんかやけになんか響くというか、ね、骨格的才能がないとか、才能ねえから、もういくら頑張ってもダメだとか、プロにまずなれないとかね、まあ、いろいろ、まあ、そういったものもすごい自分の中で響いちゃって、ああ俺って才能ないんだとか、もうね、きっと歴は長いからなんとかなってきたけど、ちょっと才能あるやつが出てきたら自分じゃ勝てないんだとか、まあ、いろいろ考えたわけですよ、あの時はね。で、考えれば考えるほどね、まあ、そういうネガティブな考えだから、どん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 なんかやる気起きてくる、起きなくなってくるし、何のためにヒットしてんだろうと思ってきてみたいな感じのがずっと続いて、まあ、へこんで挫折っすよね。要は質問であった通り、挫折した時どうすればっていう、その挫折がまさにそれで、マジで落ちたなとか、好きな女と別れるとか、そういう次元じゃなかったね、落ち方が。で、しばらくして、まあ、1ヶ月しないぐらいだったと思うんだけど、した時に、その前すごいなんか落ちたりネガティブなことを考えたと思うけど、なんかふとなんか吹っ切れたというか、考え方が180度変わったんですよ。負けたけどみたいな、改善点がないわけじゃないよね、自分の弱点っていっぱい出てきたじゃんと思って、弱点が出るってことはまだまだ伸びしろいっぱいあるし、ね、改善しなきゃいけないところが山ほどあるし、でそれは改善すればもっともっと上に行けるのじゃんみたいな、負けたことを本当受け入れた時に完全に自分はもう敗北者で、自分の人生の筋トレがまで筋トレにまでなんか裏切られたじゃないけど、なんかそんな気分になっちゃうと最初思ってたの。でもこれ逆で、何が逆だったかっていうと、その挫折したりとかそういう風に落ち込んだ時とかの気持ちの切り替え方っていうのは、まずその挫折したこととか失敗したことで、こういうことを、自分の中で一回受け入れてあげる、全て受け入れてあげる、ダメな自分、良かった自分、まあ、全てひっくるめて、受け入れてあげる。でその時僕はその自分、ダメな自分を、受け入れたおかげで、いろんな改善点、今度はその負けた理由っていうのは、負けてそういうネガティブな時っていうのはもう何だろう、ネガティブなことになるわけですね。じゃあ肩がね、張り出しが弱いとか腕が太すぎてとかで、腕太いことなんていいことに決まってるじゃん、肉体美を競う意味で。ところがそれが全部なんかネガティブ要素になってたわけですよ、僕の中で。厚みがありすぎるとかね、ところがそれを受け入れたことによって今度は逆の発想になってくるわけ。じゃあ腕は太すぎるけど肩のサイドもうちょっと張り出しつけたら誰にも負けないような腕と肩になるじゃんとか、じゃあ厚みあるんだからあと広がりつけちゃえば誰も勝てないじゃんとかっていう考えに受け入れたことによってどんどんなってきたわけですよね。でもそういうダメな自分を一回受け入れて、あ俺は負けたんだと、負けたけど別に死ぬわけじゃねえしね、何を自分こんな落ち込んでんだと、今年からね、まだプロの戦い始まって1回目じゃんみたいなっていう考えになったんだよね。そしたらすっごいなんかトレーニングしなかったこととか今まで落ちてたこととかすげえバカらしくなって、で、あじゃあ改善ってどうやって改善していこうかなと、で、このね、ずっと今日トレーニング始めてから、競技で始めてからもずっとその自己流でやってたんで、これはもう自己流じゃなくて本当に知識あるすごい人に教えをこうと思ったんですよ、教えてもらおうと。そして僕がその日本で、そういったものを教えてもらうっていうのに、まあ、まずは名前というかね、そういうのが上がったのが、コーチと山本先生だったんですよ。そしたらコーチに最初相談した時に言われたのが、何を言ってるんだと十分バルクそんだけあるんだから、ちゃんとうまく絞れさえすればプロになれるからって結構そういう風に言われてて、で、コーチはその NPCG でよく審査員とかね、されてたんで、僕のことを体とかよく見てて、いつも絞り甘いと言われてたんですけど、いや、もうちゃんと絞ったらプロになれる、プロコントロションでしょって普通に、ね、言われて、じゃあ、それだったらちょっと見ていただけますかってことで見ていただくことだったんですけど、で、山本さんにも相談したのが、十分筋量があるから、ちゃんとうまく絞れれば、
絞れて、そういったねフィジークに必要な要素で揃えば全然ね、仕上がり体重も人よりも重いし大丈夫ですってことで始めたんですよ。そしたらね、そのみるみる自分でも分かるぐらい体が変化していったんだよね。それで、まあ、5月、最高の結果で、まあ、プロになれたわけですよ。まあ、これは僕の例した説から、返り咲くまでというか、またその分野で成功するまでの、僕の例です。挫折してどうしようもないとか、気分落ちてネガティブだって人たちは、まず、まあ、これ仕事でも恋愛でも全部共通だと思うんですけど、まず受け入れてあげる。例えば恋愛で本当に好きで一生この人じゃなきゃみたいな、愛してるみたいな人に別れて振られましたとってなった時は、もう一旦それを、俺は振られたんだと、もうあの子に会えないんだと、もうそれを全部受け入れてあげる。で、受け入れてあげると、ね、その子のものが家に残ってたりとか、それも全部まず多分捨てるんだよね。もっと上の魅力的な人とかね、そういった人見つけりゃいいじゃんみたいな、もうそういう考えになってくるわけよ、一回受け入れてあげると。ところがこれを受け入れずに自分の中で言い訳をし続けるといつまでも受け入れられなくなる。だから言い訳を一切しない、受け入れて、考え方がネガティブの言い訳のループから変わるんで、ポジティブな方に変わるから、今度は考え方が変わると人間の行動ってのは変わるわけじゃないですか。だから今度は、パーソナルトレーニングをすごいね人にお願いしたりしようとか、でそういうふうに向かって行動が今度変わってくる、考え方が変わる。でネガティブになって失敗してこうやって塞ぎ込んだりとかね、まあ、いろんな分野でこうやってしてる人たちはまずその自分をね、ダメな自分も全て受け入れてあげることが始めてください。ダメな自分も結局自分のうちの一部で受け入れてあげて、その言い訳とか、まあ、そういうのをもう全部出し尽くして、もう言い訳しない。でその自分のダメなところを受け入れて、でどうしたらより良くなるんだろうとか、どうしたら、自分はね、そういうふうに改善するんだろう、これはそういうのを思うんだろうっていう、今度はポジティブな方、生産的な方の考え方を考えてあげるっていうふうに切り替えると、今までね失敗したこととかネガティブだったこととか、そういうことをずっと考えてること、本当バカらしくなってくるね。なんで今そうやってネガティブでね、すごい塞ぎ込んで無限ループにはまってちょっと病んでる方は、ぜひ、今の僕の大会負けてから勝つまでのね、失敗例から成功例、まあ、ちょっと参考にぜひしてみてください。ダメだな、一つの分野語り始めるとすげえ長くなっちゃうから、質問1個で終わっちゃうね。はい、まあ、ちょっとこういう怖い話とか、まあ、そういったものはこうやって、その質問に対して僕も本気で一個一個、時間かけて答えてくるんで、また何か質問ね、募集するんであればよろしくお願いします。じゃあバイ。Thank you.